マガブン、漫画バラエティチャンネル。皆さんこんにちは。マガブン漫画バラエティチャンネルです。紹介した作品は概要欄からお得に読めるからチェックしてくれだぜ。動画が面白かったらチャンネル登録、高評価もよろしくだぜ。ということで今回は、収録作品すべてがヤバすぎるけど超絶面白いサイコ短編集。これまでもいろんな短編集を紹介させてもらったけどヤバい話もあれば感動的な話も収録されているって感じだったよな。でも今回は収録作品がすべてヤバいってとんでもない短編集じゃねえか。日常がたった一つのきっかけで悪意に満ちた絶望の展開を迎える。そんな作品ばかり収録したオムニバス作品なんだ。ほう、マガゾン視聴者が大好物が詰め込まれてるってわけか。はちゃめちゃに楽しみじゃねえか。それじゃあ早速紹介していくね。マガゾン漫画バラエティチャンネル。今回紹介させてもらうのは下月海里先生の悪辣という作品。本作は少年画報社ヤングキングコミックスより発売されている全1巻の短編集だよ。下月海里先生か。恥ずかしながら初めてお目にかかる漫画家先生だぜ。下月先生は漫画家はもちろん超美麗イラストを多数手掛けるイラストレーターでもあるんだ。代表作はアニメ化、舞台化もされたブレイブ10だよ。ほう、はちゃめちゃにすごい人じゃねえか。言われてみれば確かに表紙絵が超美麗じゃねえか。他にも数多くの作品を手掛けているから気になった人は読んでみてね。それで今回紹介させてもらう悪辣ってのはどんな作品なんだぜ。本作はありきたりな日常を送っていたはずの人間がただ一つのことがきっかけで悪意や憎悪にまみれた状況に陥ってしまう。そんな人々を主人公に描かれるサイコサスペンス短編が多数収録されたオムニバス短編集だよ。憎悪や悪意にまみれるってことは要するに胸クソやバッドエンドを期待していいってことか。本作に収録されている作品は漏れなく全て胸クソバッドエンドだから安心してね。マガゾン視聴者大歓喜の短編集じゃねえか。それでどんな人間たちが主人公なんだぜ。本作で最悪の末路を迎える主人公は6人の男女。一人目は女とは無縁の暗い人生を送る20代童貞の男。この男は人間そっくりに作られた精巧なドールを手に入れたことがきっかけで最悪の結末を迎えることになるよ。ドールってのはあっち目的のやつだよな。いろんな意味で嫌な予感がするぜ。二人目は自分が一番サイコパスだと思い込んでいる女。こいつは普段から動物を解剖した写真などをネット上にアップしてサイコパスアピールをする痛い女なんだ。この女は殺人を犯したネット上の一部界隈でカリスマ的人気のサイコパス女に対抗して取り返しのつかないことをしてしまうよ。人気者に嫉妬して自分の方がもっとヤバいことをしてる特別な人間だと勘違いしてる痛い系の女か。三人目は46歳独身のバス運転手の男。この男はギャンブルも女遊びもしないことから周囲から何が楽しくて生きているのか、と思われているんだ。そんな彼は毎日バスに乗ってくる女子高生がきっかけで最悪の結末を迎えることになるんだ。46歳無趣味独身男と女子高生。嫌な予感しかしないじゃねえか。4人目は SNS で人気のメンヘラ女子を溺愛する女子高生。彼女は憧れのメンヘラ女と SNS 上で繋がったことに舞い上がっていたんだけど、その女の正体に気づいてしまったことがきっかけでとんでもないことをしでかすんだ。SNS でメンヘラアピールするやつの正体なんてろくでもないに決まってるだろうぜ。5人目は普通と絶対という言葉が大嫌いな大学生の男。この男は多くの人が何気なく使っている普通や絶対という言葉が嫌いなんだ。なんで嫌いなんだぜ。使い方が間違っていると考えているからだよ。普通何々じゃん、絶対何々だよ、とよく人は言うけど、それはお前の中の普通や絶対で他人にとってはそうでないと思っているんだ。お前の感覚を俺に当てはめるなってことか。そんな彼が普通にやっていたあることは到底普通じゃなかったんだけどね。今までの主人公からして普通に考えると絶対頭おかしいことしてるに違いねえぜ。6人目は毒親のために自らの人生を捨てて頑張る少女。この子はろくに働かず娘の金でパチンコを打つ母親のために中卒でバイトに明け暮れるけなげな女の子なんだ。そんな優しい性格の少女があることがきっかけで大爆発して取り返しのつかないことをしてしまうんだ。まあ普通に考えたら母親に対して憎しみが爆発してやっちまうって感じじゃねえか。
いや、むしろその逆と言ってもいいような結末を迎えるよ。どういうことかわからんが、とにかく後味が悪いのは間違いなさそうだぜ。このようにどの話も最悪の結末を迎えることになるんだ。今回はその中で二人目の自称サイコパスの女の話を詳しく解説していくよ。こいつがどんな結末を迎えるのか楽しみだぜ。マガトン、漫画バラエティチャンネル。ここからは紹介するにあたってネタバレが含まれているから注意してね。概要欄から 70% オフで読めるから気になった人は活用してみてね。それじゃあ解説していくよ。この話の主人公は自分が他とは違い特別な存在だと思い込む島田という女子大生。特別っていうのはどういうことなんだぜ。周囲の女は男受けを気にしたり、くだらない話で盛り上がったりするバカしかいないと思っているんだ。そんな中、自分は動物を解剖した写真を自身のホームページにアップしたりしているよ。要するに大学生にもなって自分のクレイジーさに酔ってる、かなりこじらせてる痛いやつってことだな。ちなみにそのホームページは暗黒の実験室という名前だよ。ほう、はちゃめちゃに香ばしいじゃねえか。そんな島田が最悪の結末を迎えるきっかけになったのは鈴木まみという女の存在なんだ。まみは SNS 上でメンヘラ活動をしているかまってちゃんなんだけど、友人を殺害して逮捕されたんだ。殺害動機はネット上でハサミで殺人なんてできないと書き込まれたことがきっかけで、ハサミでも人を殺せると証明したかったというもの。こいつもかなり痛いやつだけど、ファッションメンヘラじゃなくてガチのヤバいやつだったのか。マミは19歳で見た目も良かったことから美人殺人鬼として一部でカリスマ的人気なんだ。島田はそんなマミに対して、あんなこと私でもできる、詐欺者女、私の方がもっとすごいことができる、と思っているよ。でも実際は見た目も微妙で暗黒の実験室だもんな。ちなみにマミを持ち上げるスレでは審査員という小手半で叩いているんだ。12秒をこの年までこじらせたらここまで香ばしくなるんだな。さらに大学で殺人事件闘技同好会に所属しているんだけど、メンバーの男子もマミをカリスマ視しており、そのことにも腹渡が見えくり返っているんだ。またにちゃんのスレで自身のホームページをアップしたところ、小物カンパネーとバカにされるよ。それらのことが積み重なり、島田の心は憎悪と悪意にまみれてしまうんだ。まさかとは思うが実行に移すんじゃねえだろうな。マミなんかより自分の方が本物で特別だと証明するために大衆の前で無関係な人間を殺害するんだ。これでみんなに自分の凄さを分かってもらえると思っていたんだけど、結果はマミの真似、キモすぎ、と罵られてしまうよ。まあ当然の結果だな。さらに刑務所でマミに会うんだけど、私の意識しすぎ、小物カンパネーとバカにされるんだ。一番バカにしていた人物に嫉妬して人まで殺したのに、結果的にその人物にバカにされて自分が何者でもないことを思い知らされる。そんな島田にとって一番最悪な結末を迎えることになるんだ。この話が個人的に本作の中で一番マイルドな方だと思うよ。ってことはこれよりヤバい話があと5つも収録されているってことかよ。早速概要欄から確かめてくるぜ。ということで今回は下月かえり先生の悪辣を紹介させてもらいました。それではまた。